はい、皆様こんにちは。今回はですね、前回紹介したブルズアイの後継機ですね、コンタレックススーパーを紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆様改めまして、本日はですね、コンタレックススーパー、こちらもとても高級なボディでして、当時のそのコンタレックスブルズアイって言われている形の、いくつか後の形になりますね。詳しくはまあインターネットとかでこう調べていただいた方がいいと思うんですけど、こちらの方はその TTL じゃなくて、TTL 連動露出系を内蔵し、電池とこの露出系をそのセレンではない形になったモデルになりますね。で、ここちょっと分かりにくいんですけど、このミラーの下に電池が入っています。そういった動作とかっていうのも、当時なりにこうしっかりこう凝った作りをしているので、こう探求してみたりすると面白いですね。で、こちらにシャッター速度で、前のモデルはここに、ISO とかの設定もできてたんですが、このモデルからはこの ASA とか IS は DIN という形でこちらにありますね。で、これをここに突起があるんですが、それを押しながらこう回すことによって ISO の調整ができます。で、ここのボタンをこう引き出すことによって、このクランクですね、これでフィルムの巻き取りで、あとはこちらにこの絞りの調整のレバー、ダイヤルですね、これをこう回すことによって絞りの調整ができます。この位置合いとかっていうのはコンタレックスこの流れを継いでますね。このマウントも変わらずなの で、この中にミラーがありまして、で、このミラーをこうチャージしてシャッターを切ると、当然こう一眼レフなので、こういうふうにバルブ、今バルブなんで、こういうふうに押しっぱなしの時は開きます。で、離すと閉じます。で、それぞれ秒数に応じてちょっと粘りあるかな。低速の方は不調なんですが、1秒、2分の1秒、4分の1秒と続いて、で、こちらも1000分の1秒まであるボディになってます。で、1000分の1秒だとこのようにいい音でサクッと切れますね。で、こちらがそのレンズを取り外す時のボタンとなります。これがセルフタイマーですね。このようにちょっと稼働はしておりますけど、粘りがあって、正しく動いていない感じです。で、こちらなんですけど、その電池の交換とかチェックの方法っていうのが、分からない方もいらっしゃると思うんですね。で、なので、このチャージをして、これが何のためについているのかっていうと、このチャージをした状態でこれをこう上にやると、このようにミラーアップの状態で固定されるんですよ。もう一回分かりやすく、こうチャージをしまして、この突起ですね、これをこう上に、手前側、この状態だと手前側ですけど、構えてる状態だと前に押す感じですね。で、前に押しますと、このようにミラーがこうアップします。で、このままで固定されるんですね。で、この下にこの板があるんです。で、この板を手前から上にカチッと引き上げることによって、中のこの電池見えるかな、 これですね、今見えてますけど、この電池にアクセスできるようになります。で、この電池を交換しますと、実動品であれば動くということになってます。で、こちら電池もなんかドイツ製のなんかちょっと面白いのが入っていましたけど、ちょっとこちら動かないので、電池は切れてるかなと思いますね。はい、このように新しい電池を装着しましたら、こう閉じます。閉じた上でもう一度このシャッターを切りますと、この上に上がったままのミラーが返ってきます。で、あとはこのように普通に操作をすれば動きますね。はい、機能としてはこのようになってます。で、あとですね、こちらですね、これはブルズアイと変わらないかな、このフィルムの蓋ですね、これを外しますとこのようになってます。この辺は本当ザ・カメラって感じの作りになってます。はい、本日はですね、こちら、カメラの王様とも言われているこのコンタレックスですね。コンタレックスの、後の形のコンタレックススーパーを紹介させていただきました。で、私ちょっとこれを直接自分で使ったわけではないので、いろいろこのボタンとか何かこういろいろ機能がついてるんですけど、この辺でもちょっと電池が手に入ってないので、使い方もわからないでおりますが、この辺っていうのも調べていただけるといいかなと思いますね。でも、この辺とかってすごい高級で、
所有感も所有欲を満たすって意味でもものすごくいいボディになりますので、見かけたらこうぜひこの作りの良さっていうのを手に取っていただいて楽しんでいただけるといいかなと思います。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではこういった、面白いですねカメラっていうのがメインなんですけど、他にもオールドレンズ、私は一番オールドレンズが好きなのでそういうのを扱ってます。合わせてそのカメラ写真関係のパーツっていうのをいろいろこう集めまして紹介させていただいております。で、そういったものが好きな方、ぜひぜひこちらのチャンネルを登録いただきまして、一緒に楽しんでいただければ嬉しく思いますね。で、また私の励みになりますので、いいねのボタンをぜひよろしくお願いいたします。どん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 こう絡んでいっていただけると、私も楽しく嬉しく、チャンネル運営ができますので、ぜひコメントとかいただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本日もありがとうございました。失礼します。